こんにちは、紹介者です。はい、今回はこちら、食玩の騒動、仮面ライダーエグゼイド、ステージ10でございます。はい、ついにステージ10ということで、ラインナップがこちらです。今回のステージ10もとっても魅力的な、ラインナップ。劇場版のね、トゥルーエンディングの、キャラクターフォームがね、ラインナップに含まれていますね。このラインナップを見て思うことは、やはりこれボディが足りないんじゃないかなっていうね、心配ですね。はい、ちょっとね、欲しい方は気をつけた方がいいかもしれませんね。まずは1番2番仮面ライダーエグゼイドのクリエイターゲーマー、クロスアーマーセットとアクションボディセットです。劇場版で登場したエグゼイドのフォームですね。次、3番4番、このね、3と4がちょっと特殊で、3番が仮面ライダーフーマの忍者ゲーマークロスアーマーセットとなっています。じゃあフーマのボディはというと、なんと4番の忍者プレイヤーの、アクションボディを使用します。もちろん4番は単体で、忍者プレイヤーとしても遊べますので、フーマを完成させたかったら3、4両方買って、まあ忍者プレイヤーだけ欲しかったら4番を買うという形ですね。なんか別のキャラクターに変わるっていうね、この組み合わせちょっと面白いですよね。ちなみに忍者プレイヤー、映画ではね結構かっこよく活躍してましたので、印象深いですね。うん、すごく好きです。そして5番6番、ついに出ました仮面ライダーレーザーターボ、クロスアーマーセットとアクションボディセット、待っていた方も多いんじゃないでしょうかね。さらに、そのレーザーに、関連したこちらのゲーマー、7番プロトコンバットゲーマーと8番プロトスポーツゲーマー。プロトスポーツゲーマーはゲームに使ってもいいですね。そして、なんとですね、この、2つ、7番8番には、はい、見えますでしょうか。ついにですね、ゲームアイテムのトロフィーが、1個ずつ付属しています。先日ね、プレ版でドラム缶とかが出ましたけれども、まあ、それにはねトロフィー入ってなくて、なんと一般販売のボーナスアイテムとして、はい、このように売られることになったんですね。という今回もかなり、内容の濃い、ラインナップとなったステージ10、早速ねご紹介したいと思います。ではまずは1番2番仮面ライダーエグゼイドのクリエイターゲーマーです。いやー、かっこいいですね。エグゼイドのフォームの中でもこのね、頭部のデザイン、このマスクかな、PSVR みたいなマスクがすごく好きです。まずは2番のアクションボディセットを開けます。見慣れたエグゼイドのアクションボディなんですけれども、なんとですね今回、腕、ここね、白いパーツが新規造形の、パーツとなっております。なんで、まあ、代用できないことはないですけれども、ちゃんとした、クリエイターゲーマー、完成させるためには今回の、ボディがね必要になります。腕のあたりのシールもちょっと変わってますね。アクションボディセットが完成するとこんな感じになります。腕はかなりね形が変わりましたね。では1番のクロスアーマーセットも開けます。エグゼイドにスカートがあるってちょっと不思議というか新鮮というかね、そんな気がしますね。はい、クロスアーマーセットが完成するとこんな感じです。このね、スカートの面積の広いシールを貼るのがやっぱ苦手ですね。ではアクションボディに装着していきたいと思います。ということで仮面ライダーエグゼイドクリエイターゲーマー完成です。かっこよ、かっこよいなー。劇場版のオリジナルフォーム、クリエイターゲーマー、まああんまりネタバレのことは言いませんけれども、 CM でもね流れていますけれども、こう絵を描いてね、攻撃するような、まあ、ゲームを作り出すみたいな、いつものエグゼイドのピンクのボディに、まあ、ホワイトがたくさん追加されました。とっても綺麗ですね。はい、後ろからも素敵です。やっぱりこのスカートがいいですね。まあスカートはね、クロノスとかと一緒の仕様ですね。この付け根がボールジョイントになってますので、まあ、足を広げても、ね、スカートを広げることができて、可動の邪魔にはなりませんね。胸部の虹色も綺麗ですね。ちょっとね、どんなポーズをとってたかまではね、記憶が定かではないので、まあ、無難にパッケージ裏面の、ポーズをとってみました。やっぱりスカートがあることで下半身にボリュームがありますね。続いて4番、忍者プレイヤー。まずは忍者プレイヤー単体を
レビューしたいと思います。まあ、ライドプレイヤーとかみたいにシールを貼れば完成するという内容になってますね。すごい、これは頑張りましたね。はい、シール貼りましょう。ということで忍者プレイヤー完成です。なかなか個性的なデザインですね。忍者プレイヤーという名前の通り、見た目はね完全に忍者ですね。忍びの服っぽいこの太ももダボっとしてるような、ボリュームも面白いよね。上半身アップ、はい、このような、一つ目ですね。後頭部にはこのような結び目もあってね、和というか忍者っぽいね、見た目に本当なってますね。もちろん他の素体と同じようにバッチリ動かすことができます。忍者らしいポーズも非常に似合いますね。で、ステージ9に付属していたこのライドプレイヤーの武器、形はライドプレイヤーのものとちょっとね違うらしいんですけれども、ちょっとね詳しくわかんないですけど、見た目が非常に似ているということで、見た目を近づけるためのボーナスシールが付属していますので、余ってる方はそれをねこういう風に貼ると、劇場版で忍者プレイヤーが使っていた、武器に、若干見えるようになると。で、その武器をね装備するとこんな感じ。まあこういったね細かいネタが仕込まれているのも想像ならではというか、本当にねこだわりを感じますよね。はい、こちらのクロスアーマーセットも開けますね。フーマにはちゃんと台座が付属しているんですね。嬉しい。はい、フーマのクロスアーマーセットは台座に、余剰パーツなしで全てね、このようにセットすることが可能になっています。面白いのが、まあ、バックルは取り替えが可能なのがまあわかりますが、このサイドのねホルダー、これ初めてですよね、付け替えるの。こんな小さいパーツが今回付属しています。忍者プレイヤーの、脇にねこういう風に穴が開いてますので、ここに刺すんですね。では忍者プレイヤーに風魔のパーツをつけてみましょう。はい、仮面ライダー風魔の忍者ゲーマーの完成です。ガラッと変わるもんですね。はい、ベースがこちらでございます。手足には忍者プレイヤーにはなかったこういうね、突起、まあ、こういう4箇所のパーツを差し込んでいます。忍者プレイヤーの足とかを見ると、このようにね差し込む穴ががっつり開いてるんですよね。腕も同様。頭部は、そのまま交換。胸部アーマーというか、まあ胸部は、一体型で、肩アーマーは共通。そして背中の方を見ると、そうそう、これですね。風魔といえばやっぱこれが印象的ですね。そして2本の刀が付属していますので、このようにかっこよくポーズを決めることができます。上半身のアップです。髪の長さはこれぐらいで、まあ、特に首の可動を制限するような、まあ、そこまで邪魔でもないですね。腰には付け替えたゲーマードライバー、そしてサイドにはホルダー。忍者プレイヤーと比べると、はい、大きく変化してますね。ということで、トゥルーエンディング、オリジナルキャラクター、そしてオリジナルフォーム、3体が並びました。なんだかもう1回ぐらい映画見に行きたい気分になりますね。次は5番、6番仮面ライダーレーザーターボです。レーザーはね最初バイクベースだったからね、他のライダーと同じ、グリグリと、ポージングしたいっていう方はねレーザーターボ待ち望んでいたんじゃないでしょうかね。まずは5番のクロスアーマーセット、シールを貼ってまとめるとこんな感じです。アクションボディセット、おー、あ、そうそう、ガシャコンスパローが付属するのは嬉しいですよね。6番アクションボディセットの、シールを貼ったのがこちらですね。ではね、アーマーと組み合わせます。はい、仮面ライダーレーザーターボ完成です。やっぱりレーザーターボといえば雨の中いきなり敵として、復活したこのね、この立ち姿がね印象的ですよね。スーツはゲームとかと同じシルバーラインですね。レーザーターボ頭部がね劇中ではちょっと大きめな印象がありますけれども、まあ他のライダーたちと同じようなサイズ感かなと思います。表からぐるっと一周、背面はこんな感じです。付属の武器ガシャコンスパローは2つを合体して弓モードにしたり、分離して鎌モードにしてみたり、あとは今まで持ってなかった方は、ゲームのゾンビゲーマーに持たせてもいいですよね。で、最後このレーザーターボに組み合わせる7番8番プロトコンバットゲーマーとプロトスポーツゲーマー、そしてゲームアイテムトロフィーがどういった感じなのかが楽しみ。お、トロフィー入ってる。あー、すごいですね。なかなかよくできてる。ちゃんと塗装もされてるし、
プレ版の宝箱チョコブロックドラム缶と比べるとこれぐらいのサイズ感ですね。正直ね、そんなにこのトロフィーね、印象深くないというか、あったなーぐらいにしかちょっとね、思い浮かばないんですけれども、こういった小物をつけてくれるのはほんとさすがですね。7番プロトコンバットゲーマーの完成です。プロトコンバットゲーマーとトロフィーと、あとは、ちゃんとジョイントパーツも付属しています。あと、日本差しのバックルもありました。レーザーターボと組み合わせれば、仮面ライダーレーザーターボプロトコンバットバイクゲーマーレベル0が完成します。ぐるっと、一周見てみましょう。こんな感じです。最後、8番のプロトスポーツゲーマー。これにも、ゲームアイテムトロフィーが付属しています。セット内容は、プロトスポーツゲーマーとスタンド、そしてトロフィーが一つと交換用のバックル。プロトスポーツゲーマーは前輪が白、後輪がガンメタなんですね。これも前に発売されたスポーツゲーマーの、色違いになります。レーザーターボと組み合わせることで仮面ライダーレーザーターボプロトコンバットバイクゲーマーレベル0が完成します。長い。こちらもぐるっと見てみましょう。はい、こんな感じですね。こちら側のタイヤはもちろん取り外しができて、武器として使用することもできます。レーザーターボ用のゲーマーが2つも出ちゃうと本体側も2つ欲しくなっちゃいますね。また仮面ライダーゲームに組み合わせることでテレビくんの超バトル DVD を再現することもできちゃいます。こちらの組み合わせもおすすめです。ということで、今回は食玩騒動仮面ライダーエグゼイドステージ10全8種をご紹介いたしました。振り返ってみると今回も超強力なラインナップになっていましたね。もうどれを買うのか迷っちゃいますね。一般販売の食玩騒動としてはこれで最後なのかな。騒動の層が漢字が変わりまして、次の新ライダー仮面ライダービルドの騒動になりますので、そちらもね、今日公開された公式ブログの、内容によるとものすごいことになっているようなので、気になる方はね、ぜひチェックしてみてください。今回も最後までご視聴ありがとうございます。動画が良かったらいいね、そしてチャンネル登録もお願いいたします。以上、紹介者でした。